銀色の悪夢はイギリスの SF ドラマドクター・フーの第7シリーズ第12話。2013年5月11日に BBC1 で初放送された。脚本はニール・ゲーマン、監督はスティーブン・ウールヘンデンが担当し、視聴者数は664万人を記録した。批評家のレビューは賛否両論であった。本作では 異星人のタイムトラベラー11代目ドクターとコンパニオンの家庭教師クララ・オズワルドがクララの受け持ち生徒アンジーとアーティを地球外のテーマパークに連れて行く。パークには1000年前の戦争に敗れたサイバーマンとして知られるサイボーグが潜伏していた。ドクターを発見したサイバーマンは彼をサイバープランナーにアップグレードしサイバープランナーとドクターは肉体をめぐって精神世界で チスの対決に臨む。脚本家、ニール・ゲーマンは、肯定的に受け止められた第6シリーズ、ハウスの罠を執筆していた。筆頭脚本家兼、エグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットは、第7シリーズでの脚本執筆と、サイバーマンを再び恐ろしい存在にすることを、依頼した。ゲーマンは、ハウスの罠のヒューゴー賞受賞の際のスピーチで、ドクター風への復帰を告知した。 彼のドクターフー第三作は第7シリーズ後半での公開が予定されていたがハウスの罠がそうであったように公開が先送りになる可能性もあると彼は主張した新たにデザインされたサイバーマン本作は新シリーズで初めてサイバーマンのデザインが変更されることになったモファットはサイバーマンのデザイン変更の理由について クラシックシリーズでは何度も姿を変えている一方で、新シリーズでは、第2シリーズ、サイバーマン襲来、鋼鉄の時代以来変わっていないことを挙げた。デザイン更新にあたって、ゲーマンは、クラシックシリーズザ・モー・ンバセや、ザ・トゥーム・オブ・ザ・サイバーメンを振り返り、1960年代のサイバーマンを採用してそれ以降に起きたすべてのことを取り入れることを決めた。しかし、彼は、 狂ったような奇妙なロマンに完全に横道にそれてしまったと語った。以前のデザインのサイバーマンも本作に登場するが主要な脅威にはなっていなかった。ゲーマンは当時のドクター風コミュニティにサイバーマンを合理化させようとした。クラシックシリーズのサイバーマンは異星人のサイボーグであったのに対し、新シリーズのサイバーマンはパラレルワールドの人間に由来するサイボーグであり、ゲーマンは もう一人のドクターの後に2種類のサイバーマンが遭遇して統合され本作のサイバーマンが誕生したと意見を述べた。ポリッジ役のワーウィック・デイビスは、ドクター・フー、特にゲーマンの執筆したサイバーマンの登場するエピソードへの出演はスリリングだと主張した。ロケ地での撮影は2012年11月上旬にカステル・コッホで行われた。カステル・コッホは第4シリーズ、 旅の終わりでドイツの城としても使用された。カステルコフホでの撮影の間、読み合わせの台本のコピーがカーディフのタクシーで発見された。所有者はイブゲレオンアレンでタイトルは後に変更されたザ・ラスト・サイバーマンと表記されていた。台本を発見したハンナ・ダラムはフェイスブックに台本の写真とドクター・フーの台本をタクシーの後部座席で見つけた。 誰書きの利いたネタバレはというキャプションを投稿。ダンローリングも Facebook 上の友人が月曜日のカーディフのタクシーで台本を発見したことをレディットに投稿した。ハンナとダンは客職を加えており、両者は BBC に台本を返却した。当夜の推定視聴者数は470万人、最終合計人数は664万人に達し、 その週の BBC1 の番組では9番目に多く視聴された。アプリシエーションインデックスは84を記録した。日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクターフーの第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、フールーで順次開始され、銀色の悪夢は2014年に配信が開始された。 批評家の反応は一般に肯定的で、マット・スミスとアーウィック・デービスの演技が広く称賛された。ガーディアン氏のダン・マーティンは、本作が不変わりだが、効果的なニール・ゲーマンの脚本により60年代以来の恐ろしさに回帰した作品であると主張した。ニューヨーク・マガジンのロス・ルーディガーは、ゲーマンが説得力のある驚くべき世界を作り上げたと述べ、 アミューズメントパークのデザインを称賛した。また、彼は、キャスト、特にデオイビスの演技を絶賛した。デイリー・テレグラフのサラ・クロンプトンは本作に星4つを与えた。彼女はもっと、ペースと、トーンに、バリエーションがあっても良いと感じたが、ゲーマンは、サイバーマンを再び恐ろしい存在にすることに、成功したと述べ、スミスとデイビスの演技も称賛した。 デンオブギークの王のサイモンブリューは非常に良いエピソードであると評価し、エピソードに溶け込んでいる過去のシリーズへの言及を見るためにももう一度見る価値があると論評した。彼はスタートレック防具の影響を感じずにはいられないと述べ、種を超えて生物をアップグレードできるという防具のような適応がサイバーマンを倒せないという印象をもたらしているとコメントした。異軍のマークスノーも 肯定的なレビューをしており、ドクター風の象徴的で時を超えた悪役が不十分な復活を遂げても本作はしっかりと成立していると述べ、またデイビスの演技も称賛した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは否定的であった。本作を宣伝に見合わなかった、もう一つのエピソードであると評価し、精神世界でのドクターのセリフをよくかけていたと、 認めつつも他のキャラクターは二次元的かつ打足に感じられたと述べ、スミスの演技が本作を主張する数少ない理由の一つだと述べた。ラジオタイムズのパトリック・マルケインも否定的であり、本作をオールマイティなサイバー失敗作と表現し、彼曰くいマーしいシルバーネメシスになぞらえた。ありがとうございます。